皆さん、こんにちは、こんばんは。ちょっと鼻声の N 雅子です。今回はミスった B のスマホのバッテリーが弱くなったので、新しいスマホを購入しました。Google Pixel 7A です。ミスター B が紹介しますので、ここで選手交代となります。よろしくお願いします。はい、こんばんは、こんにちは、ミスタービーンです。今回は、先ほど紹介したように私のスマホのバッテリーが弱くなったので、新しいスマホを購入しました。では、Google Pixel 7A、今回はドコモのオンラインショップで購入しています。こういう形で届きます。開けてみます。はい、こちらが Google Pixel 7入ってますね。これは、多分キャンペーンでもらったやつだと思います。そして、同時に、カバーもドコモから購入しました。そして、スマホのフィルムも一緒にドコモから購入しました。中は、設定の説明と簡単な説明の書類が入っております。これが使い方ガイドブック、こんな感じで入ってます。はい、では、商品を開封したので、中に入っています商品お届けのご案内という紙、これで、確認しましたところ、実はここに商品お受け取り後の設定についてドコモ UIM カードについて数量1個って書いてあるんですが、これが見当たりません。そこで、こちらの、ドコモに問い合わせしたところ、私の機械の場合は今使っているスマホの、SIM カードが使えるのでそれをお使いくださいということでした。そしてこの説明書については、オンラインショップのところから、探してみてくださいということでした。オンラインショップを見たところ、まず私の SIM カードを外して新しい機械に入れなければなりません。ではこちらの古い SIM カードを外します。ちょっと外します。現在使っているスマホの SIM カードです。これを新しい機械に入れていきたいと思います。新しいスマホです。ちょっとカバーを取りまして、箱に入っていたこのピンを使ってこれを開けます。これに先ほどの SIM を入れていきたいと思います。入れる向きがありますので、でこれを新しいスマホにセットします。これも向きがあるな。よいしょ。はい、セット完了です。では電源を入れたいと思います。電源がどこかと、これが電源かな。クセルへようこそ。始める。いきたいと思います。ネットワークを選択してください。家のネットワークにつなぎます。はい。ネットワークの暗証番号を入力しました。接続します。スマートフォン設定中。アプリとデータのコピーと出ました。コピーしますので、ちょっと待ちください。はい。先ほど、古いスマホを電源切ったので、今、電源入れ直しております。古いスマホには、もう SIM カードはありません。家の Wi-Fi とつながっている状態です。はい。起動しましたので、こちらの方、設定やってみます。コピーしたいので、次へ押します。以前使用していたデバイスをご用意してください。以前のデバイスのケーブルをご用意ください。ケーブルは、どちらも C タイプですので、付属していたこのケーブルを使用したいと思います。はい、これは付属品はどちらも、C タイプ。どちらも C タイプになっています。はい、次に行きます、ケーブルを以前のデバイスに接続してください。では、はい、つなぎました。つなぎましたので、次へ行きます。ケーブルを使用して両方のデバイスを接続してください。では、新しい方のスマホに接続します。はい、接続しました。何か動いてますね。古い方に新しいデバイスにデータをコピーしますかって言います。では、コピーします。はい、どちらもアカウントをコピーしていますね。本人確認。本人確認。パスワードの入力が来ました。パスワードを入れます。Google アカウントのパスワードです。パスワードを入れました。はい。データ移行がやっと終わりました。約40分ちょっとかかりました。ただ、スマホの容量がいっぱいになっていると思いますので、後で、不要なファイルを削除していきたいと思います。これで完了です。データ移行完了です。完了します。スマートフォンを準備しています。試してみる。ここスキップできます。はい。設定完了。デバイスを使用する準備ができました。ホームに移動するには上にスワイプします。はい。先ほどのデータ移行で、
データが移行しております。今度は、開通の手続きですね。こちらの開通の時、ドコモのオンラインショップの方から開通の手続きをしたいと思います。D メニューから、マイドコモ。ここのオンラインショップを開きます。そして、この棒3本のところを押すと、購入履歴となります。これを押します。申し込み履歴の確認。私の場合は機種変更です。D アカウントへのログイン。はい。機種変更ですね。そして、ここの切り替えの開通の手続きが入りたいと思います。ここで注意するのは、Wi-Fi を切っておかないと先へ進めません。先ほど私、ちょっと失敗しました。Wi-Fi を切って、このメニューでやってください。では、次行きます。規約が出てきて、受付確認メールの送信先、メールアドレスを打ち込みます。はい、メールアドレスを打ち込んだら次へ行きます。開通処理の確認が来ました。電話番号良ければ確定指導をします。無事、開通切り替えになりました。ここで、ある程度は動くと思います。アプリによってはそれぞれまた設定が必要なところがあると思いますが、やっていきたいと思います。今日はここまでで紹介を終わらせていただきます。ありがとうございました。はい。ミスタービーンからの説明は以上になります。チャンネル登録、そしてグッドボタン、そして皆様のコメントをよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。Thank you for watching.